それでは帝国となりましたのでただいまより日立政策所 ESG 説明会を始めさせていただきますお手元のスケジュールにのっとって進行させていただきますよろしくお願い申し上げますではまずはじめに CEO リマークということで日立政策所,執行,役所執行役社長兼 CEO 東原利明よりご挨拶申し上げます皆さんおはようございます朝早くからですね ESG 説明会に 参加いただきました誠にありがとうございますあの日立はですね、2021年に向けて、2021中期経営計画、今、スタートしておりますけれども、今回のこの中継はです、ね、今までとはちょっと違って、社会価値、環境価値、それから経済価値と、この3つの価値をです、ね、お客様と一緒に高めていくんだと、そして人々のクオリティオブライフ、それから 経営者の、あのー、KPI を向上させるとそういうい今活動をしておりますしかしながらです、ね、一番私は重要なことは、今日お話をしたいことは、従業員一人一人が、自分たちが社会、どういう関係を持って、自分たちが社会にどう貢献しているんだということをです、ね、いかに感じながら日々の仕事をする、これは私は一番重要であるし。 ESG の中でもですね、大切にしていかないといけないことではないかと思っています。実は先週、私、4箇所でタウンホールミーティングをやりました。1回4時間ぐらいかけます。で、これは特にですね、財務とか、HR の人とかですね、直接お客様に触れてない人のところに、あえて行きました。で皆さん方は どんな社会貢献をしているのか考えながら仕事してますかという問いかけをしました日立は例えば、がんで,です、ね、困あの治療している方日立はあの粒子線治療装置というのを収めています私はアメリカで,です、ね、日立の PBT プロトンビームセラピーこれで私のがんが治ったんですということを聞いて本当にうれしかったですこれが 社会貢献だと思いましたイギリスではです、ね、電車、これ、えー、英仏海峡からロンドンまでこう通勤に使っている方がです、ね、今まで83分かかってた、今は本当に日立の電車を使うと30何分正確に来てくれる、朝、家族で食事をしながら通勤できるんです、非常にうれしかったこれが社会貢献だと思いました。 まあこういうね、社会貢献を従業員一人一人が感じながら、そして仕事をする、これはスタッフも,もうみんな一緒です、そういうところに力を入れて、今後ですね、ビジネスを進めていきたいというのが私の思いであります。それは、私は1910年、小平奈美恵創業社長が、優れた自主技術、製品の開発を通じて社会に貢献するんだ。 社会貢献をする会社が日立だというふうにして設立したわけです。ですから、109年たった今、もう一度この原点に戻って、我れわれは社会貢献をしていくんだということを、今進めている社会イノベーション事業を通じてです、ね、持続可能な社会の実現への貢献と、まあ、サスタネブル経営のに注力をしながらです、ね、実現をしていきたいというふうに考えている次第でございます。 今、ビジネス環境を振り返りますとです、ね、非常に予測が困難な、ブーカの時代というふうに言われておりますけれども、都市化とか、あるいは少子高齢化ので人口構造の変化、あるいは気候変動と資源不足といろんな社会課題があります。この社会課題をですね、我々は社会イノベーション事業ということで、一つでも、 我々の力で解決をしていきたいというふうに考えております。今、日本でもです、ね、ソサエティ5.0、これは社会課題の解決と、それから経済の発展、この両輪で,です、ねえー、推進しようという活動です、これは政府の閣議決定もされておりますし、まあ、経済界も中心になって今、進めていますが、日立は社会イノベーション事業でこの SDGs を推進していきたいと。 いうふうに考えておりますし、2015年に採択された、サステナブルディベロップメント・ゴールズ、国連で採択されたこの SDGs、まあ、これにも通じるものだと思います。今、ソサエティ5.0 for SDGs という言葉が出ておりますけれども、日立は社会イノベーション事業で、この活動に積極的にですね、参加をしていきたいというふうに考えています。ということで、社会価値、 環境価値、この経済価値、この3つをお客様と共にですね、えー、高めていく、これが私たちの2021中継であります。ここでちょっと、現在、デジタル化が進んでいます、デジタル化、これを、デジタル技術、これを活用しないと、私は、えー、さ先ほどの3つの価値の向上って、そんなに望めないんじゃないかなと今思っています。 そこで、えー、ここでサイバーフィジカルシステムという、ちょっとの聞き慣れない言葉かもしれませんが、ちょっとご説明したいと思います。えー、リアルな社会、これ、工場の例えば組み立てのプロセスをイメージしてください。サイバースペース、これはコンピューターの世界を考えてください。現場をです、ね、センサーとかカメラとかいろんなものを使って、コンピューターの,のところにです、ね、データを持ち上げて、シミュレーションをする。あるいは あそして、えーまあ、異常が見つかれば、えー、工場のラインをです、ね、コントロールするみたいなことが、まあ、サイバーフィジカルシステムと思ってください、例えば、ある人が溶接、組み立てで溶接をしている、これをカメラで撮って、えー、正常なといいますかあの、プロの溶接員との違いをデジタルで分析して、そしてこれが異常があれば、現場のラインを止めたりする。 これは品質を確保する一つの手段ですけれども、こういうサイバーフィジカルシステムというのをですね、導入するっていう企業が今こ、こちらで増えているこれはドイツのインダースル4.0も同じような考えですで。日立はですね、このサイバーフィジカルシステムを用いて、えー、企業のです、ねえー、品質とか作業効率を向上させていく、それから人々の暮らしを向上させていくことに注力をしていきたい。これは社会イノベーションの 推進の方向ですなぜ人たちがそういうことを推進できるのか、それは100年以上のです、ねえー、製品を収めて、運用保守までやる OT ・オペレーショナルテクノロジー、それから1960年以降はですね、IT のシステム、コンピューターを作り、納入したあ経験がございます。この OT と IT とプロダクト。 これを一つの会社の中に併せ持つ企業というのは、世界中であまりそう多くありません。日立はこの特徴を生かしてです、ねえーサイ、サイバーフィジカルシステムを提供して、その先ほど言ったあの社会価値、環境価値、経済価値、これをお客様と一緒に向上させ、世界中のお客様と一緒に向上させる。そして、 人々の暮らしを、クオリティオブライフを向上させる、そんな活動をしていきたいというふうに考えています。今、私たちの中ではですね、ESG といえばサステナブル戦略会議というところで、意思決定をして進めてございます、これ、詳細は後でご説明をしたいと思いますけれども、そういった中で、 株主、投資家の皆様と長期的なへ、ね、の,の利益創出をあの創出していくという活動をしてまいりますけれども、大事なことを先ほど言いましたように、従業員一人一人が自分の仕事の中にこの3つの価値を意識するということが重要だと考えています。今日の これから説明させていただく内容でございます、最初にエンバイラメント、この環境についてはです、ね、2015年にパリ協定がで決められたようにです、その以降、2016年に日立は日立環境イノベーション2050というのを策定をして、環境問題、どう取り組んでいくかということを決めました。そして これは非常にあの、日立内部にもの,あの環境負荷の低減というのは重要ですが、お客様と一緒になってです、ね、環境をお、問題を解決していく、このアプローチも重要だと考えています。これにつきましては、後ほど、えー、内藤常務の方からです、ね、日立の取り組みを詳細にご報告をさせていただきたいと思います。次に 社会ソーシャルについてでございますが、先ほど申し上げましたように、日立はです、ねえー、世界中で年間延べ185億人の人々に、安全安心、快適で環境に配慮した鉄道サービスを提供しています。それから水事業に関しましては、1日に7000万人もの人に安全安心な環境を提供している。それから先ほどの粒子洗顔治療装置でございますけれども、現在6万人ぐらいの患者を治療しました。 2021年の中継におきましては、8万人まで治療を広げていきたいというふうに考えています。まあ、こういった社会への関わり、社会への貢献ということを意識することが、我々人たちの従業員にとっては重要でございますので、まあ、それを意識した活動、そのためにはこの人材、いかに人材を確保し、そして人材を あの人のマインドセットを向上させていくか、そこが重要であると考えておりまして、これにつきましては人材戦略と題しまして、後ほどえ中畑専務の方から、日立の活動についてですね、詳細ご報告させていただきたいと思います。それからガバナンス、企業統治についてでございますが、現在、日立は11人の取締役がおります。8名が社外取締役でございます。 そして今、ここに書いてございますけれども、これは望月取締役会議長が言われたんですが、取締役は砥石であると、砥石がすり減労働議論を重ねて、その結果、刀が研ぎ澄まされていく、で輝いていくというふうに。 我々は日々です、ね、暴動の会議の中でも議論を重ねてですね、非常にいいコミュニケーションができていると思いますし、大事なことはです、ね、執行側と取締役側に見る情報が共有してないといけないということで、常に情報はオープンにしておりますし、その中で将来に向けた方向性を議論するという環境が整えて、を整えています。まあ、これがですね えー、取締役の中にはです、ね、過去、グローバルなリーダーとして活躍されたこと、た,たくさんおられますので、そういったことの、まあ、教訓を我々は学んで,です、ね、社会イノベーションといえばひたしと言われるようにです、ね、まあ、グローバルリーダーになっていくんだという今、気持ちで取り組んでいるところでございます。このガバナンスについては、後ほどー、吉原取締役の方から、あの実際のです、ね、活動について報告をいただきたいと思います。 えー、ということで、日立は今、お客様と社会、どういう貢献ができるかということを、社会イノベーション事業で進めているところでございます。そしてぜひ、えー、そういった意味で,です、ね、いろんなところ、世界中いろんなところで、私どもは社会価値、環境価値、そして経済価値、これをお客様と一緒に、えー、向上させて、イノベーションを加速していきたいと思います。ぜひ、今日は北のないご意見をいただければ幸いでございます。 パーリング,グッドこれが3年間、共通ですから、日立の社会イノベーションは、パーリンググッドです、えー、人々のグッド、良いことをですね、そこに注力して、世界を輝かしたいと思っておりますので、引き続きよろしくお願いをいたします。ご清聴ありがとうございました それでは環境セッションといたしまして日立環境イノベーション2050と環境価値創出に向けた取り組みということで日立製作所常務執行役エグゼクティブサポート責任者兼グローバル障害統括本部長内藤治さんよりご説明申し上げますよろしくお願いします、えー、内藤でございますあのサステナビリティ、えー、施策全般を担当させていただいております、えー、よろしくお願いいたしますじゃあ次のページは あのまあ、ご承知のとおり近年、気候変動に伴うですね水害、山火事など自然災害、まあ、いろんなものが急増しておりまして、それに伴うあの人々の生活環境の悪化というのは急速に進展しているところと。 いうことでまああの,今朝のニュースでもありましたけど、ニューヨーク気候変動サミットで、16歳の少女から、ですね大人はなっとらんというふうにお叱りを頂戴して、えー、一言もございません、全くその通りだというふうに思います。えー、はい次 えそれで,です、ね、あの先ほど社長の方からも、あの創業理念のところからです、ね、日立は社会問題、社会環境課題に対する、それを解決するための施策をいろいろやってまいったということがございましたが、えー、この5月のに流出しました2021中継、これも社会価値、環境価値、経済価値の3つの価値を同時に高めるということを明確をしたと。 でそういう視点でその環境計画ということも改めて見直していく必要があるだろうという,ふうに思います。はい次 で今日お伝えしようかなと思ってございますのは3点、あの長期視点でのサステナブル経営推進のためのグルーブガバナンス体制というのを作っており、これをもとにいろいろな環境計画をフォローしているということでございます。それからあの気候変動問題の一層取り組みということで、あのインターナルカーボンプライシングというまあ仕掛けをですね、 本年度から始めました、まだ始めたばっかりなんで、データがあんまり集まってないんですけれども、とりあえずそういう制度を言えましたというお話とあの、長期的インパクトについてのシナリオ分析による脱炭素ビジネス拡大と価値競争を実現しようと、まあ、そういうシナリオ分析をです、ね、やってみた、これ、TCFD なんかでも必要だというふうに言われていることですが、まあ、そういうものに取り組んでみましたと。 いうことですあとはあの高度循環社会、自然共生社会の実現に向けた取り組みの事例ということになっております。はいえー、っとこのスライドがです、ね、日田市環境イノベーション2050ということで、ちょっと古いんですが、2016年9月に作ったものです。えーっとまあ、これは2015年のパリ協定、それから SDGs。 が定められたことを契機に、2016年9月に、ステークホルダーとの競争による社会イノベーション事業を通じた環境課題の解決、それから生活の質の向上と持続可能な社会の両立を実現するというのが環境ビジョンでございまして、このもとに低炭素社会、高度循環社会、 自然共生社会、この3つをです、ね、2030年、2050年を見据えた形での目標を作ったということでございます。えー、っと環境目標はちょっと長期でチャレンジングなので,です、ね、もうちょっと足元でちゃんと成果を出さなきゃということで、まあ、3年ごとにです、ね、環境行動計画を作っていこうというのが、そもそもの発端でございました。はい でえー、この3年間の行動計画のうち、まあ、特に重要な目標については、今年の5月の20 2 0 2中継の中でも、KPI として出しておりまして、えー、バリューチェーンを続いての CO2 排出量20%超削減とかですね、えー、それから水の利用効率26、26%超改善、資源利用効率を12%超改善というのをあのお示しをしてございます。 えー、そこであの冒頭出てまいりましたの、えー、サステナビリティ戦略会議という形です。でこういうあの環境ビジョンや環境目標達成のために適切なガバナンスとマネジメントが必要だということなんですがあの頭のところが一番上の列。 これがあの社長議長としたサステナビリ戦略会議ということで、日立全体の環境経に関する重要事項、基本方針はここで審議し、まあ、決定をしてまいるということでございます。で一方で、もう少しその地に足についたです、ね、環境の目標というのは、えー、どこでやるかというとです、ね、この一番下の列、エコマネージメント委員会というのがございまして、 えー、ここで,です、ね、あの環境彫務文法の達成に向けた施策とか、環境コンプライアンスリスクの低減活動あというようなものをです、ね、日立グループのビジネスユニット及び、えー、グループ会社、もちろん上場も入りますけれども、の環境推進担当部門長で組織しています。 でそれとです、ね、あのその真ん中の列でさすテに推進委員会というのがありますけどこれはむしろ事業戦略を担当している人が入っておりまして、まあ、いわゆる企画担当者ということで事業全体の中でこの環境マネジメントをどう生かしていくかと、えー、これ、始めた当初はどちらかというとこの環境に対するリクワイアメントに対してどう あの事業の中で、えーまあ、折り合いつけていくかというようなことをです、ね、やってたと思うんですけれども、まあ、まさにこの2021中継でやっております、えー、社会環境それから経済価値の向上というために、えー、どのようにその事業を変えたらいいかということでむしろ前向きな議論をこれからしていこうということでこの3つがです、ね、上の層と。 下の層2つを中心に日立の環境ガバナンス全体を回しているところであります。はい、でそれで,です、ね、あの3年ごとに作成する環境行動計画についてはその進捗状況についてはサスティナビリティ推進本部という部門がです、ねえー、あの事務局をやっておりまして年2回、 ほど実績データをを収集し評価をするとでそれを見える化することによって、まあ、目標管理に利用しましょうと,というか目標達成を確実にしていくような PDCA サイクルを作りましょうというのを がサステナビリティ推進本部の役割であの、そこに座ってますのが、推進本部長の荒木でございます。よろしくお願いします。でまたあの、内部監査の一環として、環境監査をですね、サステナビリティ推進本部が毎年、各ビジネスユニットとか、各グループ会社に対してやっているということで、まあ、こういうことの中でもです、ねあの、一応、ガバナンスを利かせているという状態でございます。はい、えー はいじゃあどうぞ、えー、それで、あのー、日田市の低炭素化への取り組みということなんですが、まあ、この上の列を見ていただくとです、ねえー、このバリューチェーン全体で CO2 削減を図ろうとすると実は工場で作っている使っている発生排出している二酸化炭素というのは全体で3.6%しかなくて実際にはこの製品が世に出た後の これをだと88.3%っていうのはこれをどうにかしないとですね要するにまあ,あの簡単に言うと省エネ化っていうのは簡単なんですけれども、まあ、それだけでなくてあの世の中がもっと効率的に動けるような あの仕掛けを作っていかないと全体としてあの低炭素化ってなかなか難しいのかなということでございますそこであの事業所による脱炭素化というのではですね2021年度の削減率を10年度比で9%減らし 脱炭素ビジネスの拡大によってです、ね、製品サービス仕様のところで21%ぐらいを減らし、まあ、それをよってもってです、ね、トータルで20%以上の削減をいたしたいということでございます。はい、で,あので、事業所の脱炭素は、3.6%とこですで工場なんかでの省エネルギー、再生可能エネルギーの設備投資を促進するにはどうしたらいいかと。 いうことであのインターナルカーボンプライシングという制度を、まあ、この19年度から、えーっとまあ、一応、ファーストコーターからやれるところから少しずつ進めています。でこれはあの組織内で炭素排出に対して独自の価格付けを行うということでございまして、社内の投資の意思決定に反映し、低炭素投資への優先順位を引き上げるというようなことが目的ですが、 普通はあの工場で,です、ね、新規の設備投資をやると設備の概要だとか設備にいくらかかるかそれからそのこの設備したことによって一体どれだけのリターンを生むのかということだけが従来は議論されていたんですけれども、えー、まあ内部で,で、ね、CO2 排出量1トンあたり5000円ぐらいというふうにこれは IEA とかいろんなところから出ているデータなんですけどもあのでやると大体いくらくらい、えーえーえー、CO2 削減に に貢献するのかということとをちょっと見える化をする化すこれ大事なことはですね、えー、要するにその設備投資の実務担当者今まで、えー、そういう、えー、CO2 削減について必ずしもキーンではなかったというとですねあの一番最初に頭にその浮かぶことではなかったんですがもう、えー、設備投資する時の内部の等身書にもバッと CO2 の削減についての、まあ、そういう 項目を作っちゃいましたんで、普通の担当者もそれを見ざるを得ないと、でこういうふうにあの底辺から、その上の層だけなくて、底辺から実務から、あのうちの人、真面目なんで、予算ってなると、急にあの本当に一生懸命考え始めるんで、ですね、まあ、こういうようなこともやりながら、あの全体としてあの底上げをしていくということだろうと思っています。はい であの気候変動による利たちの事業に対するリスクと機会ということであります、TCFD というのをあのご承知かと思いますのは、気候関連財務情報開示タスクフォースというのがございまして、これはあの昨年六6月から弊社もあの、まあ、あの賛同を表明しており、えー でそれに沿った情報開示を始めていますで私自身も GCFD 研究会というのに参加させていただいていろいろなそのリスクだけでなくてです、ねまあ、機会も一緒に検討させていただこうということで、まあ、ここにありますとおり2度上昇と4度上昇のシナリオです、ね、この21世紀末までに、えー、の中でどんな短期、中期、長期どんな あのシナリオが考えられるのかをちょっと検討しましょうということであります。はい。で、それであの TCFD に基づくそのカテゴリーだけちょっと言ってみますと、一番この、えー、と皆さんから左側の方の政策及び法規制、また技術。 それから物理的影響で急性慢性というのがあるんですけれども、まあ、こういうリスクがいろいろありますよねというときに、短期、中期、長期でまあどんな対応ができますかというようなことをです、ね、ここにはちょっと簡単に書いてありますけれお手元の統合報告書でもです、ね、もうちょっと詳しく書いてありますが、まあ、要はあのリスクはあるけどあの、対応できますよねということが、まず最初のお話です。はい でその過程をもうちょっと詳しく言います、あの本スライドに示しますが、5つのこれ、あの一応これはあのスペシフィックな事業分野ということで、2度あるいは4度シナリオ化での影響を検討しています、でそれぞれの事業ごとに影響は異なるんですけれども、いずれの場合も市場の動向とか、お客様の課題の発見、柔軟な戦略、およびイノベーションですね、などによって、レジリエントな事業継続を図ることができると。 いうののがその評価結果ですで大事なのはです、ね、実はこの、まあ、これは当たり前のことじゃないかと思われるかもしれませんが、大事なのは、こういう形でビジネスユニット自身が初めて改めて自らの事業を、検討をやったということが、ここでは重要なことではないかと思いますで。これが中継で社会価値、環境価値、経済価値という視点での発表ではありますけれども。 こうこういう視点で、もう1度それぞれのシナリオを見てみないかということで、まあの進めているわけであります。はい、これはあの5つのセクターで展開したものがこういうことになります。あのこれはモビリティだと鉄道の省エネ化とか、スマートかライフにおけるスマートシティ。 いや自動車の電動化、インダストリーにおけるファクトリーの効率化とかですね、エネルギーにおけるグリッド、えー、さらにそれらを支える IT ソリューションというようなのがまあ出ています。えー、っと、まああの、本日、日立はあのルマーダを活用した競争を通じてですね、 2021中継で成長分野と定めたこれらの5つのセクターでさまざまなソリューションを提供し、成長を図っていくということでございますが、これらの事業の多くは CO2 排出量が少なく、合わせてより多くの価値を生み出すまあ脱炭素ビジネスではないかと思います。本日お配りした東北書の56ページあたりから各セクターの価値創造ストーリーというのが セクターにおける価値競争、一緒に作る、そういう事業領域がいくつか意識して、あのまだ十分ではないかもしれませんけれども、意識しているということをお伝えしたいと思います。はい であとはです、ね、簡単にあの、えー、事例ということで、モビリティでいうと、世界中の人々に安全安心、快適で環境に配慮した製品サービスの提供ということで、車両の軽量化とか、電気損失低減による省エネ運行フ、えーまあ、ホノルルの交通システム、まだ実際の稼働はまだですけれども、年間約21万トンの CO2 削減に貢献をしていますと。また、エネルギーセクターでは、ABB のパワーグリッド部門を これは来年の6月くらいが最終クロージングということになっていますが、パブグリッド部門を取り込むことで18億人の、への安定的なエネルギー提供の例などが入っています。はい、次。でライフでは、まあ、ここではちょっと自動車の例を挙げておりますし、えっと、インダストリーではですね、お客様の生産現場において、OT、IT データを AI 分析やシミュレーションに活用して、 生産工程全体を最適化していますということです、でこれ、自社工場でシステム導入により、電力使用量が22%削減というようなこともございます、で実はここに紹介した事例こそです、ねあの、5月、6月にありました、各セクターの事業説明会とか、IR ミーティングの中にもっと入り込んで,です、ね、語られる事業じゃないかと思っています。 で今回は ESG とあの事業とか、まあ、一応、別立てになっておりますけれども、まあ、本来は中継を進める中で社会、環境、経済の価値の関連づけられた形での事業説明会、IR ミーティングというのをどちらかというとサステナビリティのスタンスで,です、ね、もっとプロモートしていかなきゃいかんかなという,ふうなことでございます。はい このところではです、ね、環境長期目標との関係で言いますと、まあ、ここにあるとおり、CO2 の排出削減率で書いてますが、16年から18年かけてじりじりと削減していますので、2021年度の20%超というのは、一応、ラインに沿っているかなという理解です、あとは50%、80%についてどうやるか、かなりジャンプをしないといけないかなというふうには思います。えーはい じゃあ,あとは、えー、高度循環社会ですね、はいあのー、水資源の枯渇、水資源ですね、枯渇や汚染などの危機意識が世界的に高まっているということと、欧州、やっぱり環境の先進地域で欧州なんかでサーキュラーエコノミーということがです、ね、言われておりまして、社会システム全体を変革しましょうという動き、潮流は出てきていると。で日立はあの高度循環社会の実現に向けて これまでもグループ内で使用する水、それから資源の利用効率の改善に取り組んでおりまして、ここに書いてあるような数字で,です、ね、目標を立ててございます。はい、まず水でございますあの。水利用効率は単位活動量、まあ、これは売上高とか生産あたりの水使用量でございまして、2010年度の基準年を100としたときの比率です。 で事務所における水使用量送量の削減などにより、まあ、一応、順調にです、ね、あのやっぱり水使用については、えーえー、効果が上がってきているということであの世界各国であのまあ生産などのオペレーションをやっておりますが、えー、水資源、特に淡水ですね。淡水が 一層気象化していく中で、各地域の水リスク分析に基づいてあの、日立グループの水利用効率改善をグローバルにどのように戦略的に進めていくかということを、えー、もう少し深掘りしながらです、ね、ガイドラインなんかもこれから作っていく必要があるだろうなと、あのえー、計画通りにじりじりとは言ってるんですけれども、もう少し大胆なあの、えー、戦略を立てる必要があるかもしれません。はい であのちょっと改善事例を2つだけ、えー、シンガポール、でこれは日立河川のシンガポールでプリント配線板の洗浄に使うイオン交換水の製造装置の最適化を図るということで、えー、水使用を大幅に削減しましたという話です。あのー、イオン交換水水水いうのは減である工業をです、ねあの 逆浸透システムって、えー、作る逆浸透水と濃縮水で2つに分け,る分けて逆浸透水からイオンを抜くというちょっと複雑な工程があるんですけども、まあ、要はですねあのこういうその、えー、洗浄に使う水を加工するプロセスをあの最適化しましたということによって実際の取水量を減らしましたというようなことですそれからあの日立金属のワウパカファンドリーではですね あのクローズドループ水冷システムっていうのをこう作って、あの,あのどんどん水を使わないで、なるべくそのその中で循環させるというようなことで、えー、大幅な改善をできたというような事例でございます。はい。あと、バリューチェーンはですね。あのここにありますが、あの特に資源利用効率の改善ということでいうと。 調達、開発、設計、製造、それから流通販売、使用、廃棄、まあ、それぞれのステージで再生材の活用とか、少、えー、資源、ね、あるいは長寿命のものづくり、まあ、こういうことをやってまいっております。で、あのプラスチック廃棄物が、まあ、世界的には課題となってますが、まあ、我々の業界では、やっぱ家電品がですね、えー まあ、あの実はプラスチックというのは全体の資源利用っで4%ぐらいなんですね、ほんのちょっとなんです、でそのうち8割が家電でございますので、まあ、家電のリサイクルなんかをまず中心にやっていくということなのかなという理解をしております。はい、であの資源効率、利用率もです、ねえー、ここに書いてあるとおり、あのえー、前治、えー、改善をしていると。 いいうことでございます、はい、で資源流用効率改善の事例としてです、ね、これはあの左側はオートモーティブシステムズ、これはあの、えー、鉄のスクラップを再利用していますという話であります、それから右側はあのワーパカ、またもワーパカですが、鋳物部品の製造工程で発生する使用済みの鋳物の砂ですね、鋳物砂。 これを砂の再生処理装置を導入することによってあの改めて、まあ、リサイクルするというこういうような格好でございます鋳、まあ、物を使う作るときにこういろいろ周りに砂を使いますのでそれは前は捨て,立ってたのをですね、えー、改めてきれい再利用するということで全体の効率を上げていきますということですはいということでえー、っとここに書いてございますとおり えー、これまでの実績と今後の目標値をプロットしています。えー、いずれも大幅な改善ということなので、えー、これをです、ねまあ、あの2050年目標達成に向けて、今後も着実にやってまいりたいと思います、えーっと。あとは自然共生社会の実現に向けた取り組みということで、ここは簡単に申し上げますけど、要は負のインパクトというのは、 がございますそれは化学物質だとか、それから CO2 の排出だとか、そういう負のインパクトをとにかく減らしましょうということと、性のインパクトでいうとです、ね、これは森林活動とかあの、工場があるところの生態系の保存だとか、まあ、これはむしろあの従業員による社会貢献活動という側面があって、まあ、こういうものと一緒になって、自然共生社会というものを、まあ、進めていくということになるのかなと思っています。 はいじゃあどうぞ、えちょっと最後のパートでございます、えー、っとあの社外評価と、まあ、社外表彰、まあ、社外評価というとなんですけども、要するにその、えーっとまあ、投資家等から見てです、ね、まあ、どうか、えー、っか第三者的に標準的に えと比較する尺度が欲しいということだと思いますので,で、社外評価ということは CDP というのは皆さんご存知だと思いますけれども、これのスコアがですね、昨年、2017年度が B だったのが、一応、2018年で A マイナスということで、ちょっとワンの値上がったと、早くそのマイナス取りたいなというふうに思いますけれども、こういうことは、気候変動に関してはですね、あの 全自改善をしていると、その他 MSCI とかですね、まあ、いろいろな評価がございます。えっとまあ、ここで見て、ですねあれ、あ,あのフィッツェとか FTSE for good とかないじゃないかとかというふうに思われる方もあると思うんですが、一応あの資料は提出していまして、来年、なんとか評価していただけるんではないかというふうに思います先に先に申し上げておきます。えー、ということで、すべてのですね、あの いろんなランキングに対応できているわけではないというのは、もう正直に言いますやっぱりリソースも限られているので、あのやっぱりグローバルであの共通尺度で使われているものを、まあ、どうしても集中的にやるとです、ね、もうなかなか対応できないものもあるんですが、まあ、このあたり、何とか改善できればなというふうには思っています、それからまあ社外表彰はです、ねまあ、いろいろ、省エ対象等々でご評価をいただいているところでございます。はい であの日立グループはです、ね、全世界今30万人の社員ということで、まあ、ABB が来るともっと増えるんでしょうけれども、地球環境問題をはじめとする社会課題の解決に取り組んで、お客様や地域社会との将来に向けて価値競争を推進したいと思っています、はい、で最後でございます。 あの以上、環境への対応、まあ、主に ESG の E の側面から言いましたけれども、E だけ独立してあるわけではないということを改めて申し上げたいと思います。そのためには、取締役、経営層による長期視点に基づいた経営戦略推進、ガバナンスの強化、それからまあそういう環境歌詞とか社会歌詞、えー、の見える化を通じてですね、 お客様との競争による新たな事業分野の開拓、長期的成長の実現をしたいということと、大事なのはやっぱりグループ社員ということで、経営層だけではありませんよねということです、それからあのこういう形も一つの形ですけど、まあ、あの大ミーティングだけでなくてです、ね、まあ、個別のスモールも含めて、いろんな形のステークホルダーとの対話というのが大事になるんだろうなということでございます。 まあこういうことで、いろいろやってまいりたいと思います。あのなかなか、まだまだえ先進的なところからすると、本当に今、世界一かと言われると、全然まだ、たくさんの人の背中が見えている状態なので、早く背中を見せる立場になるように頑張りたいと思います。 それでは質疑応答に移らさせていただきますご質問にお答えいたしますのは内藤に加えまして弊社グローバル障害統括本部サステナビリティ推進本部長荒木幸子でございます、えー、確認方がマイクを持ちますので社名等の前が載ってからご質問の方を頂戴したいと思いますそれではご質問のいかがでしょうかじゃこちらの一番前の男性の方お願いいたします ご説明ありがとうございました。JP モルガン証券の森山と申します。あの一点だけでございますが、あのこういったこう環境に関するあのグローバルベースでのお取り組み。 まあグローバルで30万人社員がいらっしゃるということですのであのどういった形でそのまあ意識を共有しておられるのか、まあ、そのテクノロジーを使ってまあ一定の頻度でコミュニケーションをとっておられるのか、まあ、何か社内法的なものなのかあのまあどういう頻度でこういったものを社員で共有しておられるのか、まあ、いくつかもし事例をお伺いできましたら幸いです、はい、どうもありがとうございます。えー、っとまずです、ねまの 上からのトップラインということでいうとそれぞれ各グループ会社あるいはビジネスユニットがそれぞれの,、まあ、あの現地サイトを持っておりますので、まあ、そこからです、ね、環境についてのいろいろな会議を、まあ、情報をです、ね、通達するということはやっていますが。 まあ、ただ上から流れるだけではです、ね、多分んなかなか浸透しにくいだろうなということがあって、あと1つあるのは、の e ラーニングみたいなものもです、ね、内部でやってて、まあ、環境意識というのをがどこまであるのかということについて。 えっときちんとその e ラーニングをやってです、ねでえー、要するに受講率が悪いと、情緒がフォローされると仕掛けはまあグローバルにやってますので、まあ、そういうところが一つあるかなと、あとはです、ね、やっぱりそ,の、えー、それぞれに結局、最後はフェイストゥースとフェースでなんかディスカッションしないと,です、ねえー、っと本気にならないという部分はありますが、外、えー、して,して、えー、っと海外の方が、 意識が高いいいいんじゃないかなかというのはすすごく思います特にヨーロッパなんかはもう環境の本場なのでですね、えー、こちらがあのうちの取り組みをご説明しましょうって言っあまあ,あのお料理マネジメントなんかと集まってミーティングしたりするんですが環境の話になると向こうの方がよく知ってるっていう場合ってやっぱりありまして。でそういういあたりをです、ねあの 一番住んでいるヨーロッパ、ちょっと進みすぎてるのかもしれませんけれども、ヨーロッパ、あるいはそのアメリカえもですねえとまああのトップはともかくとして、やっぱり非常に環境意識高い地域という、特にあの西海岸なんか、大変環境意識高いもんでございますから、そういうところとのマネジメントの交流をまあ一応やってございます。か,細かある 補足させていただきますが、えっと、資料の中であの日立の環境ガバ,ガバナンスのところに、えっと、私ども、のサステナビリティ推進本部の下にちょっと小さく海外拠点担当というふうに書いておりますけれども、主要な海外拠点にです、ね、環境ですとか CSR、サステナビリティの担当者がおりまして、えー、日頃の,あのコミュニケーションもあのもちろんでございますけれども、年に1回は必ずあの顔を合わせてです、ねえー、直近の課題についてお互い意見を交わしながら、えー、考慮をしていると。 いう状況でございます。あ、動いちゃった。大変ご丁寧ありがとうございました。ありがとうございました。えー、他にご質問ございませんでしょうか。じゃそちらの後ろの女性の方をお願いいたします。タンディジャパンの大見と申します。よろしくお願いします。で、今日はその TCD f 提言取ったいろいろな取ったですね、いろいろなその事業やの機会。 いやリスクなどについても徹底してこう見られたということで非常に素晴らしいと思うんですけれどもあの1つです、ね、ご,せつあのご質問したいのは御社にとってそのバリューチェーンでの削減、まあ、排出削減が目標達成の要ということになっているわけですけれどもそれぞれの,その事業の中で落とし込んでそれをその機械としてどんどん推進していくための,その前者としての,このインセンティブ付け、まあ、イノベーションを投資するようなそういった仕組みというのがまあどのように取り組まれているのかということがまあ1つであります。あともう1つはです、ね、バリューーチェーンあのごめんなさい このえーえっと、カーボンプライシング、インターナルカーボンプライシングを2019年度から、まあ、これをです、ねまあ、入れられて、まあ、設備投資の,あの決定の中に入れてきましたということで、まあ、すごいと思うんですけれども、これによってです、ね、逆に見直された案件だとか、あるいは促進されていく流れだとか、ま,あ、また2019年度からということなんですけれども、まあ、今見えてるです、ね、その課題とか、まあ、ありましたら、ぜひ教えていただければと思います。 はい、ありがとうございます、えー、っとインセンティブという形になるとです、ねあの、これまさにその今までは環境だけでの,あのいろいろな評価あの、例えば人材の評価のシステムっていろいろございますけれども、環境だけでということではなくて、事、まあ、業変革みたいなものに貢献した場合に、まあ、一定の評価が与えられるというのが、まあ、いわゆるインセンティブになるのかなというふうに思います。でそれでですねあの 特に今回その中継で打ち出したその3つの価値の向上というのは実はすごく。 大事なことでして要はです、ねそのまあ、事業経済価値を上げただけではだめで社会価値や環境価値も上げないとつまり日立の一員ではないよということをこう社長が言っているとでいうことなので,でこれを、まあ、あのどういう形でその人材評価していくかということを、まあ、中にどんどん組み込んでいくことになるのではないかなというふうな理解をしています。 それからインターナルカーボンプライシングで、まあ、おっしゃるた通りまさに今始めたところなんですけどじゃあその大体、設備投資ってひたしてどれくらいあの 純然たる設備投資ですねでこれってあの母数だけざっくり考えると、えーあのまあ、建物なんかもです、ね、だんだんだ断熱材とかいろんなそんなこともあるのであながち建物は関係ないということではないんですけども例えば機械設備とか工具とか,とかですねそういうの全部合わせるとざっくり全体のスコープでて600億円くらいなんだかんだあるんですね。でそのののうちの環境関係の にダイレクトな投資っていうのは過去だと大体まあ十数十五パーセントぐらいかなっていうのが私の実感ですでこれをもうちょっと上げられないかなっていうのがですね こういうあのあの仕組みを作ったことで、まあ、今始まったばっかりなんで実はデータもあまり上がってなくてですねでちょっと最近見たのではですね、えー、っと空調設備を効率化しますっていうやつがちょっとあってまあそれはそれで確かにそうだよなというのもあるんですけども、えー、っと要はこれ浸透していやこれはこういう視点だけでは足りませんよというコミュニケーションをすることが 本当の意味でこのインターナルなカーボンプライスの、えー、を根付かせる仕掛けだじゃないかなというふうに思います。えっとこういうことでよろしいですか。ありがとうごました。他にご質問ございませんでしょうか。そちらのえっと前から2番目の真ん中のピンクのシャツの方お願いします。 ありがととうございまますすシティグループ証券申し1つはあのカーボンニュートラルなんですけども、えー、っとアメリカの大手の企業さんなんかでもうすでにニュートラルだったり、ねえー、2040年にはニュートラルだっていう会社さんなんかもある中で、えーまあ、削減するとはいえあのそれに対しては遅れがあるんですけどもこれはやっぱり日本の企業というのはそのオルタナティブエネルギーの購入がその値段が高いということからこう アメリカの企業に対してビハインドになるのは仕方がないというふうに考えたほうがいいかどうかというのを一つ教えてください。もう一つはです、ね、原子力の事業なんですけれども、えー、あの大きくまとめて御社では、えー、この、まあ、原子力のこう発電所の長い事業ライフ全体をみって、ねえー、CO2 削減とかです、ね、環境対応という意味では推進したほうが 環境対応の評価がこう上がるという立ち位置でいらっしゃるのか。まああ、もう少しこう。細かいことがあるのか、この辺を教えてください。以上です。はい、どうもありがとうございます。えっ、ー、とカーボンニュートラルの方はですね。アメリカの会社にもう叶なわないじゃないかというまあ、ザックバランのご指摘だと思いますが、まあ、ニュートラル。 とということはつまり出し入れチャラにすればいいんでしょうというような考え方だと思うんですけども、まあ、あの基本はですねやっぱりニュートラルというよりはあのむしろ、えー、っと要するにその排出クをトレードするということで何とかするというよりは全体として。 やっぱり CO2 を削減していくために何をやったらいいかということを考える方が私たちにとっては重要なポリシーではないかというふうな理解をしておりますのでうんいやまあかその意味ではかなわないというのかどうなのか分かりませんがむしろですねあのそういうことよりもえっとまあ全体としての削減をいかに達成するかのほうが大事でそれをたまたま自分の感情でなくなったら大丈夫なんだ ということとは、私はちょっと違うかなというふうには一応思っております。というのが一つ、それからちょっと原子力いっ、私どもはです、ねまあ、あの原子力発電で60年。 あまりもやってきたということで、まあ、何より安全対策というのが一番必要なんだろうなということは思いますただ CO2 削減という視点で見たときにはやはり日本国内の,あの,、まあの状況ということを考えると、ね、CO2 の削減だけを見るとやっぱりこれに代わるエネルギーはなかなか今は見出せないかなとあのエネルギーの絶対量とい,い供給量といいと、ね、いうふうな理解をしています えー、まあ、そういう意味では、あの気候変動問題の観点だけでなくて。エネルギーの、まあ、安定供給という視点からですね、えー。もうすぐ原子力を、まあ、考えておく必要があるのかなというふうな理解をしています。これは私どものポリシーでございます。えっと、抵抗を過ぎておりません。最後に、お一方、ご質問を頂戴したいと思います。ご質問いかがでしょうか。じゃ、こちらの前の方、お願いします。 日韓工業新聞の松木と言います先ほどヨーロッパの方が気候変動への意識が進みすぎてるんじゃないかって話があって実は本当は日本が遅れてるんじゃないかなっていうふうに思ってたりとかしてて。 あとまあ今の,あの気候行動サミット開かれてるやつでもまあ日本は危機意識が足りないんじゃないかっていう,ような批判を受けていると思いますしまた、さっきのえっとスウェーデンの少女のグレタさんがまあ太平洋を渡ってきたりとかってそれでまあ大人にもっと真剣にやりなさいって言ってたりとかすると思うんですけども実際、その辺であのえっとまあさっき50年までの長期目標はありますけれどももっとまあ急ぐ必要があるんじゃないかなっていうふうな。 えっと急になっているかと思うんですけれども、ね、その辺気候変動対策に対してもっと急いだ方がいいんじゃないかという危機意識とかまあ緊急的な課題として捉えてるかどうかちょっと教えてください。はいえー、っとですねあの今回中継でこうやって三つの舵という言葉が出てきたのもですね、えー、それは。 単にその、まあ、経済価値だけでなくて企業が果たす社会的責任って一体何だろうというのがです、ね、もう大きな流れになってきちゃっている,るという言い方をしちゃったなんですけども来ているという状況の中で、えー、っと私も一応今、長期目標をこうやって置いてますけどもこれはあのやっぱりあの。 常にです、ね、ちょっと今のこの,あの目標で本当にいいのかとかですね、えー、まあそのパーセントをもうちょっと上げるのか、それとも時期を横にずらすのか。 えー、そういうことを真剣に考えるタイミングに来ちゃってるよなというのが、まあ、実感でございまして、まあ、こういうふうに ESG の説明会をやる,やるぞというふうなことになったのも、ね、こういう形でそのぜひ皆様方からいや、これじゃ全然遅いぞというふうにむしろ言っていただけるようなそういう機会を持ったのも、まあ、まさにそういう危機意識の一つだなというような理解をしております。まあぜひですね、あのこのの場だけでででなくて、えー、っと他のタイミングでもですね いろいろご意見を頂戴できればと思いますありがとうございましたそれではこれをもちまして環境セッションの終了させていただきますありがとうございましたそれでは続きまして社会価値のセッションということで社会価値の創出を牽引する人材戦略ということで 日田政策所執行役専務 c. H. R. を中畑秀信履行させ弁申し上げます。よろしくお願いします。はい。人材部門を担当しています中畑と申します。本日はよろしくお願いいたします。えっ、ー、と先ほど社長の方からお話ありました通り、まあ社会価値環境価値経済価値。まあこういった価値を上げていくためにはですね、やっぱり人材が気になるということでですね。私の方からは人材戦略をですね。えまあその取り組みについて、ご説明を差し上げたいというふうに思います。 えーと本日3点ご説明したいと思います、えー、とまず1点目でございますけれどもグローバル社会これはまあ日本だけじゃなくて世界各国のまあ社会これの多様な課題を解決するための人材マネジメントの変革でございます、えー、とこれについてはその変革の背景とですね変革の方向についてご説明したいと思います、えー、2点目、えー、多様な人材がワンチームで活躍できる基盤ということで、えー、グローバル共通の人材マネジメントの基盤をつくっているとかあるいは 管理職の意識改革といろんなことをやっておりますが、本日はこのグローバル人材マネジメント基盤の構築の取り組みについてご説明します。3点目ですが、これは多様な人材の確保、育成、最適配置、これをしていくことが重要であり、これの取り組みについて、ダイバーシティアンドインクルージョン、これの推進、それから、社会価値、こういった価値をリードするための経営リーダー、これの選抜育成について、最後にデジタル人材の強化ということでご説明したいと思います。 まず人材,の人材マネジメントの変革についてご説明いたします日立はお客様とその先の社会へ価値を提供するということで現在社会イノベーション事業をグローバルに展開するということの事業方向で進めておりますこの社会イノベーション事業というのは日本あるいは世界各国の社会あるいはお客様の近くで現在だけじゃなくて将来の課題これを探して製品システムだけじゃなくてサービス を通して解決策を提供するというビジネスであります事業でありますでこれは国をまたがって事業を推進していくことが必要ですこういった事業を推進するためにはどういう人材が必要かまあ、どういう体制が必要かということで3つ挙げております1つ目は当然世界のマーケット現地のマーケットを知っている人材これが重要でありますで2点目 まあこういった形であの世界のマーケットのに対しての課題を解決するとなると国場所を越えてワンチームで業務を遂行する、まあ、こういった体制が必要になります日立は30万人全世界に社員がおりますうち45%の13万人は海外外国人ということで構成しておりましてこれで全体の9兆4千億の今の事業をしております、まあ、こういったいろんな国の人材が一緒に仕事ができるような体制にしていくというのが2点目ですで3点目 これはあの社会の課題を解決するということになると社会がどういうことになっているかということを捉えなきゃいけないとでこれは今まではお客様が課題を出してくれてたんですがそれではなくて自分たちから課題を見ていくということにプロアクティブに持っていくということが必要になります、まあ、そういう人材あるいはそういう文化を持った組織を作っていくということであります今までの従来の人たちの人材マネジメントが左側です この前提はです、ね、日本が世界ナンバー2の GDP を誇っていたマーケットで、かつ市場が拡大していたという時代のビジネスモデルです。この時の人材マネジメントです。このとき、日立が何をやらなきゃいけなかったかというと、主に日本国内のお客様、これは電力会社さん、鉄道会社さん、通信会社、まあ、こういった会社がクリアに出してくれている要求に対して課題を,それを解決する製品、あるいはシステムを提供する。 これが重要なことでした。でこの場合は、日本人の男性の正社員中心で、同質な集団、同じような考え方を持った集団が一緒になって、同じ場所、時間を共有して働くというか形が最も効率的だったということでございます。したがって、人材マネジメントも日本国内を中心で考えるということでございました。これが今、海外のマーケットがどんどん拡大している。 日本はまあ維持あるいは人口まあ少子高齢化を受けて縮小も考えられるということになってくるとやっぱりこれからはグローバルな社会お客様のニーズを探してそれに問題を解決するサービスこれを提供するということになりますこうなると日本人の男性が日本の事業所にいていろいろ考えてもこれは課題解決はできませんしたがって右にありますような図にありますようにいろんな国籍の性別の多種の そして年齢もいろんな多様な人材この主体的な集団が必要になりますそうなると当然ながら場所時間にとらわれない働き方というのが必要になりますでグループグローバル連結ベースで人事マネジメントを考えていくということになりますえ2つ事例を申し上げます1つ,は1つは鉄道ビジネスユニットの例です右上に書いてますように鉄道事業は大きく変わっております 2011年と18年で海外の売上代比率は28%が82%人についても 7%, 7の外国人だったのが今75%ということでありますこの大きな変化の中で、えー、今この鉄道ビジネスユニットの本社機能はヨーロッパにありますそしてイギリス人のアンドリュー・バー・ジョームがこの事業を引っ張っておりますその上で干賞としてアリスタラ・ドーマーさん が副社長になってこの4月から日本勤務ででリードしていいるととうことですこすの事業は当然ヨーロッパだけでなくて日本中国インドアメリカこういったところ全世界にまたがりますので国とか法人を超えてグローバルにオペレーションが必要になってきますそれから2つ目私の部門ですけれども本社の人材統括本部のグローバル人材部門の例でございますここには52名のスタッフがおります でこの部門は、ここに座っております、ミスター・レベント・アラバッチがリードしておりますけれども、17名が、17名が外国人ということで、2人は日本勤務、あとの15名は、それぞれアメリカ、インド、中国、あるいはシンガポールといったところで勤務しています。でかつ、このように、例えば HR システム、今、ワークデーを導入していますが、これについては、アメリカ人の女性がリーダーとして、イギリス人、インド人、日本人を同僚としてですね、 同じ目標に向かってやっててやると、まあ、テレビ会議とか活用してですね要は同じ目標に向けて、えー、仕事をしていくということになるとワンチームでオペレーションが必要になります。でこれをやるためにはこういった働き方をする時に同じ目標に向かって仕事をしているのに評価制度とかあるいはグレードのシステムとかがバラバラであるというのは受け入れられません。 日立は実は2011年までは950社全世界にあったんですがもう950通りの人事システムを持っていましたこれを2012年からグローバルの共通のデータベース人材データベースあるいはグレードのシステムあるいは評価をするパフォーマンスのシステムこういったものを共通化してきております、まあ、30万人おりますので時間がかかっておりますがデータベースからグレードパフォーマンスマネジメントまた従業員サーベイこういったものをすべてグローバル共通でやっております 現在は人材マネジメント統合プラットフォーム、先ほどワークで申し上げましたが、今15万1千人これに、えーまあ、ジョインしてまして、これをやることによって世界中の人材のスキル、あるいは業務経験等が見える化することができます。次に、えー、多様な強みを持つ人材の確保・育成、最適配置についてご説明します。まずは全体的にはダイバーシティーインクルージョンの推進。 これを強力に推進しておりますこれによって社会価値、環境価値、経済価値の創出、これに寄与することができると考えています。トップは社長がリーダーとして、アドバイザーとして社外取締役の新社キャロルさん、それから日立グループ、グローバル全体でこれの推進を進めております。状況をご説明しますまず国籍の多様化です。 売上高がこの20年前に比べると大きく海外比率が上がってきております、まあ、これに伴って人員も、もともと20年前は20%が外国人だったのが、今45%の13万3000人が外国人の従業員ということでございます。来年、ABB のパワーグリッドビジネスが入ってくるとしましたら、ここに3万5000人の外国人が追加になりますので、外国人の社員の方が多くなるということが想定されます。 2点目女性の活用です女性については日立グループ全体でグローバルに20.2%が女性の比率になっております。まあ、多くは半分ぐらいが日本にいるわけですけれどもそういったことから現在日本の女性の活用ということを意識的にやっておりまして右にあります女性の管理職これ日立製作所の例ですが、まあ、10年前は320人だったのを今635人まで倍増しておりまして2020年度には 800人の目目標標を達成ししてていいくととうことで目標で推進しておりますまたその急減になります採用ですけれども、左下、新卒の受ける女性の採用比率ですが、現在、事務系については51.6%は女性、また技術系につきましても、あの日本の大学の理系の女性比率というのよりも高い18%の女性を採用、毎年しております。 女性の活性化活躍ということのやるためにはやはり女性自身のリーダーシップの意識づけというのがやはり必要だというふうに考えておりまして4年前からグローバルウィメーズサミットを世界で開催しております昨年度はシンガポールで10月に開催しましたけれども17国から160名の人たちの女性社員が参加して東谷社長新社キャラボスさん1日出て 講演あるいはパネルディスカッションワークショップということをやってきております。え今年度は10月にあの東京でやる予定でございます。今回はあの女性だけじゃなくて男性も含めてあのやっていきたいというふうに思っています。それから次がですねあの多様な人材なんですがえと中間層だけではなくてですねやっぱり経営層へのやっぱり多様な人材をアサインするっていうのが非常にあのインパクトが大きいというふうに思っておりまして。 まあこの数年です、ね、こういった人材を高いポジションにアサインするということをやってきています。先ほどご説明してみましたアリスティア・ドーマーさん、アンディオイ・イバーさんのほかにです、ね、ブリス・コホさん、これ、1年半前の2018年の4月から日立オートモーティブ・システムズ、これ、9700億円の事業をやっておりますけれども、ここのリーダーということで、日本勤務でやっていると、元 ABB の副社長です。 それから女性という意味では真島さんを日立オーストラリアの社長ということで今年の4月からオーセアニア地区の事業推進、それから社会からということでいうと川村さんが CSO ということですねストラテジーのまとめ、中継のまとめということでやってきております、こういった多様な人材を公平な評価を経た上で主要なポジションに配置していくというのは今後も進めていきたいと思っています。 まあこういったものについてはやはり目標を設定して、かつ社外に公表するということをやっていく必要があると考えておりまして、2017年の11月の時点で、役員層における女性、あるいは外国人の比率をそれぞれ10%という目標を立てて今、推進しております。今との4月現在ですけれども、外国人は7名、8.8%、女性は4名。 5%ということでございます、まあ、これは来年度中にです、ね、なんとか10%に持っていくということで進めております、あのこの10%が最終ではないというふうに思っております、その次のステップに進めていきたいというふうに考えております。それから次に、この、うん、多様な人材の育成配置ですけれども、やっぱり経営リーダーの選抜と育成というのがです、ね、これからやっぱりこの3つの価値をリードするためのこのリーダーというのが非常に重要です。 こういった3つの価値を創出するためには単なる今までのリーダーの後継者を単純に選ぶということではなくて変化・変革をリードするような人材を日立の社内あるいは社外あるいは国内、海外男性、女性にかかわらず人選をして意図的に作り込むということが必要だというふうに考えております。 えー、経営リーダーのこれからの条件ですけれどもやっぱり単に自分が担当している事業について熟知しているだけでは不足で、えー、グローバル化デジタル化それから不確実な状況の中で自分の経験だけじゃなくていろんな方の社内外の知見を得ながら最終的に決断をしていくということが必要で、まあ、過去やはり共同能力とか成果志向とかチームリーダーシップ、まあ、こういうものが重要だと思われていましたがこれに加えて変革力とか多様性を受け入れる。 対応力、市場洞察力、まあ、こういったものを持っている人材をリーダーとして選んでいくということで、まあ、選抜はまあ過去のパフォーマンスも評価しますけれども、現時点でのこういった能力のレベル、それから将来、こういったことができるんじゃないかというポテンシャルをです、ね、これは難しいんですが、外部コンサルタントの活用してです、ね、得て選抜をしております。そして、そうして選抜した人を意図的な OJT、いわゆるアサイメント。 それから OFJT、社外のトレーニング、あるいはコーチングをつけるということで進めております。で私どもの経営リーダーの選抜育成については、一つ特徴点があるというふうに思っています。それはあの執行側とですね、指名員、いわゆる取締役、これ、双方でこれを推進しているということであります。指名員にもオープンに共有した上で進めていくということをやっております。まず執行側としては 毎年30回ほど人材委員会というのを事業部門ごとにやっておりまして、事業部門のトップと東原社長、あるいは私が議論をして、選抜そして育成計画を作るということをやっております。昨年は400名、全世界で400名選別しました、これは大体全社員の0.1%で当たりますが、これに対して、まあ、これ当然、外国人、女性含まれますが、ストレッチアサイメントを中心に育成するということをやってます。 で指名委員会ですけれども、指名委員の皆様は、指名委員は4名いらっしゃいまして、社外取締役が3名、あ今日の吉原取締役もそうですけれども、それから中西会長、4名で構成されておりますが、ここで経営リーダーの候補、次期、次々期の CEO 候補との議論をやって、あるいは個別面談をやっていただいて、 最終的には見極めてていいただいて中長期レンジで育成をするとこれは見極めるだけではなくて次にどういう経験をしたらいいかというところまでここで関与していただくということでございますそしてその次の次期次々期の次の若手優秀層これ30代から40代の頭ぐらいのところの人材ですけれどもこれを3年ほど前にフューチャー50ということで50人ほど選びましたでこの人方に 金型に、この方については執行役、執行側、それから指名員、両方で,ですねえまあ社長が1対1の面談をやったり、あるいは指名員からの講演会、あるいは懇談会ということでえやってきております。で、最後、デジタル人材です。デジタルのやっぱり事業をですね進めていくことが、これからのやっぱり社会の課題を解決するというために非常に重要なことだというふうに考えております。えー デジタルとリアルを連携させたイノベーション、これが実現できる人材をどうやって確保するか、育成するかというのが重要なテーマです。まあ、今回の2021中期経営計画の中でも、例えばルマーダを支えるデジタル人材、IT セクターで2021年度に3万人といった目標をです、ね、立てて推進しておりますで。このデジタル人材を許可する、推進するにあたっては、まず、 デジタル事業というのがどういうものでそれをやるためにはどういう人材が必要かということを議論しております。例えば必要な人材としてはいろんな業界がありますけれどもそのお客様の業界の業務あるいは事業の状況こういった知識を持ってどういった解決策が考えられるかということをやるドメインエキスパートそしてそれを実際の解決策に落とし込むデザイン進化で当然データを使いますからデータサイエンティスト。 セキュリティといったこういう人材が必要であるというふうに考えておりまして、こういった人材を採用だけではなくて育成、双方でやっていきますで。特に採用につきましては、あの先日発表しました、えー、グローバルなデジタルビジネスを伸ばすためのです、ね、新日立バンタラというのができますでこ。ここでの採用、あるいは M&A といったところも含めて、えー、強化していきたいというふうに思っています。 育成につきましては今年の4月に発足しました日立アカデミーというのがございますのでこの中でいろんなこのデジタルに関する研修を進めていくあるいはフロントの組織デジタル事業をやっている保組織で実務経験をやるということで育成をしていきたいと考えておりますあのデジタル人材の育成なんですがあやもするとこの AI が分かっている人材 AI 人材を何人増やすというようなことにこう言ってしまいがちなんですが AI はあくまでもツールでございますので デジタル事業をやるためにはですねそういった必要な AI とかデータサイエンスというようないろんなことが分かった上でプロジェクト全体をです、ね、まとめていくプロジェクトリーダーというのが一つ必要ですからもう一つはそういった一つ一つの機能必要なものこれの分かる専門家というのが必要これはグローバルあのプロジェクトメンバーになっていくと思います、まあ、それぞれやっぱり育成の仕方が違ってくると思いますのでプロジェクトリーダーには実経験 をやってもらうのを意図的にやっていくで、日立アカデそのメンバーについては、日立アカデミーでの教育、こういった演習をやっていくということで進めたいというふうに考えております。え、まとめですえ、最初に申し上げましたように、社会価値、環境価値、経済価値、この3つをですね。やるためにはやっぱり人材というのが大きなあのキーになると。 いうふうに思ってますかつやはりこれは多様な人材をですねどうやって活用していくかというのが非常に大きなテーマだというふうに思っておりますのでまだまだあのおちについたところですけれどもこれを推進していきたいというふうに考えております以上ありがとうございましたそれでは質疑応答に移らさせていただきますえっ、ー、とご質問にてお答えいたしますのは中畑に加えまして人材統括総務部ジェネラルマネージャーグローバル HR 本レバントアラバチでございますそれではご質問のいかがでしょうか こちらの前の方はお願いいたします。あ、あのご説明ありがとうございました。JP モルガン証券の森山と申します。はい、あの一点だけでございますけれども、やはりグローバルの人材の確保ですとか。 あとは若手をつなぎ止めるといいますか、まあ、いろんなこう職種ですとかによって、まあ、生々しい話ですけどやっぱり給与体系というのは、まあ、結構その従来型の日本の給与体系だけでは、うん、優秀な人材を確保したりつなぎ止めたりするということはだんだん、やはり御社はだんだん本当に外資系のようになってこられると思いますので。 給与体系の革新というのも必要ではないのかなとは思うんですけれども、そういったところはどのような取り組みをしておられるのか、お伺いできる範囲でよろしくお願いいたします。わ、はいはい、かりました。えー、と給与のです、ね、体系ですが、先ほど申し上げましたグレードとです、ね、パフォーマンスマネジメント、これを組み合わせて評価をして、給与を決めていくということでやっておりますが、まあ、2つあってです、ね、1つはグローバル、海外については、やっぱりそれぞれ,れ,ぞれのマーケットがございます、労働マーケットが。 ですからそれから逸脱するというのはできませんので、グレードは日本、全世界共通なんですけれども、処遇についてはそれぞれのマーケットの中で決めていくというやり方をやっております、それが1点です、それから2つ目ですが、まあ、先ほど AI とかです、ね、データサイエンティスト、まあ、こういった人材というのは今、非常に不足しております、この辺についてはやはり処遇についてはです、ね、やはり違うレベルのところが必要になってくるケースも当然出てくるというふうに思います。 でこれについては日立はのプロフェッショナル社員制度というのを持ってまして今日立のグローバルグレードの、まあ、日本におけるレンジを超えた形でも採用するという形をとっておりましてそういった条件で採用していっていくということも当然持っていかなきゃいけないと思いますで将来的にはですね日本が一番ロードマーケットがない国ですので日本がだんだんロードマーケットが出てくると思いますそうするとそれぞれのロード日本におけるロードマーケットごとの 水準に合わせた形で人たちはどこに持っていくかっていうのを考えていくということになっていくというふうに思っています。よろしいでしょうか。はい。あ、ご丁寧ありがとうございました。え、他にご質問の方ございませんでしょうか。じゃあ後ろの真ん中の女性の方お願いします。グッドバンカーの倉橋と申します。お話どうもありがとうございました。えっ、ー、と私もいろんな企業様をあの調査をあ。 ヒアリングさせてていいただいているんですけれども昨今やはり働き方改革ですとか生産性の効率ということが言われておりましてでその中で各企業様が労働時間の削減ということに非常に注力されていらっしゃると思うんですけれどもその中でどういうふうにその生産性を 評価していくのかというところは、まだまだ物差しがないような状況だと思うんですけれども、そこら辺は御社においてはどのように捉えていらっしゃるか、お聞かせいただければというふうに思いますす、はいありがとうございます、えー、と働き方改革が、ね、2016年の12月からです、ねあの、これ、日本ですね、日本がちょっと時間管理という問題では違う状態でございますので、ここを中心に進めてきております。 で当初から日立の働き方改革は残業時間を削減するとか給付出金をなくすとかそういうことを目標にしたものではなくてえ今日の話に関連しますが多様な人材ですねいろんな働き方を求める多様な人材が多様な働き方ができるそういう働き方を日本の中でも作っていきたいということで結果的に残業減っていくということで考えておりますしたがいまして今やってる仕事一番重要なのは今やってる仕事をですね 本当にこれでいいのかっていうところやはり無理、無だなところはないかとかですねこういうところをまず考えていくっていうのが重要だと思ってまして、まあ、そのために人たちはの EX アプローチというあの手法を持っているんですが、えー、といろんな人がどういう仕事をやっているかというのを見える化してでそれに対してこれがどうなのかっていう議論を毎日するというようなやり方を持っていますがこういうものをやってまず仕事をです、ね、の効率化をやるということから考えております。 で最終的にそれが売上にあの拡大に繋がるとかあるいは利益にの拡大に繋がるということになっていくと思いますので、まあ、単純にそれであの生産性効率をこう測るというのは難しいと思いますけれども、まあ、それも一つの仕様としてやっていきたいというふうに思っています。よろしいでしょうか。ありがとうございました。あの私も追加させてください。とても素晴らしい質問だと思います。で追加したいことは、いろんな、ま、側面は あの働き方改革いろんな側面がありますそれも見ていく必要があります例えばテクノロジーへの投資とかですね、まあ、人事ではワークデイを導入しましたワークデイによっては1ヶ月あたり5万のトランザクションがを減らすことができましたこれによって、まあ、自宅勤務といった、まあ、働き方も導入できましたでも人材部門だけでは,じゅは十分であります ででのこういったテクノロジーを全ての機能に実装していく必要がありますでまあまず人材から始めて他の部門への展開そしてこれによる効率性向上残業を減らすといったことを目指していきたいと思いますそういったことをすでに始めておりましてそれを他の部門にも展開してまいりますよろしいでしょうか えっと時間も超過しておりますので他にえっともう一方ご質問頂戴しております。じゃそちらのえっと前から二番目の女性の方お願いいたします。すみませんアムンディノミです。 この経営リーダーの育成というところすごく重要なところだと思うんですね、でここのところで,です、ね、どういった評価、人材要件が望まれているかというの14ページにあるんですけれども、この今、400名程度選抜されていらっしゃる中で、実際にどのような分布になっているのか、国籍だとか、そのダイバーシティというところも非常に重要視されていらっしゃるので、ああ例えば今までの成功体験ということだけだとです、ね、そのダイバーシティが必ずしもあるかということもありますので、そこにどういったこと と加えながら、まあその400名の方ッを選ばれているのかということについて、はいえー、教えていただければと思います。はい、ありがとうございます。あの今おっしゃられたことはまさにあの今やってることでして、あのやっぱりポテンシャルなんですね。やっぱポテンシャルで選んでいくっていうところをやっぱり大きく入れてきております。で、そこが非常に重要でですね、さっき言った変革力みたいなことのポテンシャル。で、やっぱり過去はですね、過去のトラックレコードとか現在のこの人ができるんじゃないかというところの やっぱり能力で選んできてたというふうに思うんですが、やっぱりそれだけではちょっと先ほど言いました多様性のところですね、そういう機会を与えられてない人はそこは出せませんので、選ばれないということになるので、そこをポテンシャルと、これ難しいんですが、ポテンシャルということを意識的に入れて選んでもらっているということであります。 したがって、3年ぐらい前に比べると、外国人は多分3倍ぐらいに増えております、女性も今10、10%を超えた形、ま,あ、まだ10%なんですけどね、400名のうち10%を超えた形で選ぶことができるようになってきておりまして、これも意図的にやっていきたいというふうに思っておりますそれではこれをもちまして、人材セッションの終了させていただきます。ありがとうございました それでは最後にガバナンスセッションということで日立のガバナンスについてということで取締役の吉原吉明にご説明申し上げますおはようございます吉原です社会取締役の吉原です今日は私の方から日立のガバナンスについてお話をさせていただきますその前にです、ね、あの会社の方からそのお前は一体誰なんだということをです、ね、ちゃんと説明してくれというお話ですのでそこからスタートさせていただきたいと思います 私は KPMG という組織に30年間勤めておりましたご存知かもしれませんが KPMG はですねビッグフォーの一つで 19, 19世紀の終わりにできたもともとはロンドンとニューヨークをスタートにした会計事務所でですね、まあ、会計事務所を生い立ちに今は監査税務それからコンサルティングでですね140か国以上に 20数万人のプロフェッショナルを抱え3兆円4兆円規模のですね売り上げを上げているグローーーババルアドバイザリーファームです私はあの30年のほとんどをシリコンバレーで費やしましたもちろん日本で,ですね4年間それからロンドンで3年間勤めたこともありますリタイアした今もですねシリコンバレーを活動拠点にしております KPMG に入った当初はですね監査部門におりまして u s s c c に登録されている上場企業それからシリコンバレーのスタートアップの監査に従事しておりましたその後パートナーになりますと結構自由度が増えてですねアドバイザリー部門に移りまして経営課題解決主にはですね企業買収提携ダイベスチャーポストマージャーインテグレーションリストラクチャリングの仕事を 欧米,に欧米を舞台にですね仕事をさせていただきました。KPMG の社内の方ではですね私、えー、っと US パートナーズミーティングでちょうど40歳の時に KPMGUS のボードメンバーに選出されその後エレクトリニックセクターのグローバルヘッドを経て46歳の時に グローバルマネージングパートナー・バイス・チェアマン日本語で言うと代表執行役副会長としてですね KPMG のグローバルのインターナショナル・エグゼクティブ・ティーム経営戦略策定・実行の舞台の一員となりました。KPMG はですねあのマトリック組織で縦軸に監査税務・コンサルティングおのおのを担当する 副会長がおりまして横軸にワン k p m g としてグローバルどうやって成功していくんだという成長戦略を担当する副会長が一人おりますその横軸の担当が私ですそれで産業別の戦略とそれから地域別の成長戦略を縦軸の連中と協力し合ってやっていくとですから産業別のソリューション開発展開グローバル展開 それからグローバルマーケティングそれからグローバルアカウントプログラムリージョナルアカウントプログラムをはじめですねアカウントごとのシニアリーダーの育成が私の統括範囲です。副会長の在任中にですね私を引き上げてくれました上司でありそしてメンターであり大親友であったアメリカ人の会長に脳腫瘍が見つかり3か月後に 彼がが亡くなるという悲劇がありその翌年いろいろ人生が有限であるということに臆らせながら気づきましたので翌年無理を言いまして50歳の時に KPMG をリタイアさせていただき第二の人生を送ることを決めましたその第二の人生ですがスタンフォード大学それから一橋大学大学院で先生をしながら 週4日年年間少年野球の監督とコーチをさせていたただきましたもちろんここに書いてあるあの社外取締役のお仕事も誠心誠意やらせていただきましたけれども <laughs> まあ,あのそれにもですねそれとともにあのご存知のアメリカはボランティアの活動が多いので今も、えー、大学関係それからコミュニティ関係で、えー、次,次世代の若い人たちの、えー、まあメンターとかですねサウンディングボードの 役割を今も果たしながら毎日を過ごしております。そういうの、そういう経歴ですが、今日はあの本題のガバナンスの方に移らせていただきます。さて、これがですねえ。日立のコーポリーガバナンスの変遷の図ですけれども。日立は2003年、経営の監督と執行の分離ということで、早い時期にですね。委員会設置会社に移行しました。 ただご存知のようにですね、別にこのラインが日立の業績を表しているわけでも何でもなくご存知のように2000、えー、あのリーマン・ショックの年に7,800億の赤字を出しその翌年もですね2009年1,000億の赤字を出すとそれから大きなガバナンスの変化点としてですね変革点として2010年から資本市場の対応を強化しまたその翌年からですね今に至るまで コープレートガバナンスのの強化というものを現在進行進行形で推進しておりますさてその日立のコープレートガバナンスの体制図ですがまあこの図を見てですねあの感動される方は一人もいないと思いますけれどもこれはあの委員会設置等会社であればですねどの会社もほとんど一緒だと。ただその目的はですねいわゆる経営の監督と執行の分離を徹底させ それにによって透明感をを豊かにし中長期のの企業の価値を上げるとでその目的を達成するために日立が大事にしてるんじゃないかなと私が仕事をしててですね感じることを要定としてですね3点にまとめさせていただきました一つ目は at top ですねこれは日本語ではトップの姿勢とかですねいう言葉で訳されるケースが多いんですけれども。 もう一歩進んでですね、日立のトップの方にはあのこの必要な見識と覚悟があると思います。豊島マの議論というのはオープンにできませんが、大変率直で誠実な議論が交わされています。それをですね、その環境を保障しているのがこのトーナメント。特にですね、別にここにいらっしゃるから褒めるわけじゃないですけども、東原社長とそれから長西会長が。 迅速をですね企業の健全な成長のためにはコープレートガラナンスは重要なんだとい意味で豊島学会での誠実な議論ができる環境を保障してますし豊島学会によるですね情報人へのアクセスを迅速に提供するというですね2点目としてですね運営方法と書いてありますけれども。 このガバナンスの運営の大前,大前提としてです、ね、日立のーコーポレルガバナンスの定義はです、ね、単なる法令遵守定款遵守というまあコンプライアンスの部分大変重要な部分ですがそれとともにです、ね、重要案件について意思決定のプロセスそれから実行のプロセスにタイムリーに取締役会が関与することが重要だというふうに認識し 議題を組み議論を進めています。まあ他にもですね、あの運営の中でですね、えー、例えば重要だと考えればある拠点、例えば来年去年の場合にはサウスロシックまで出かけまして、IT セクターの重要拠点であるヒタジバンタラでですね、ヒタジバンタラのマネジメントといかに。 立場の役割がです、ね、IT セクターのグローバル戦略上重要であるかということの意見を戦わせなおかつ彼らとその意識を共有するということも取締役会全体でやってますしまたその機会を捉えてですねワールド・エコノミック・フォーラムがサンフェスコに出してますセンター・フォース・インダストリール・レボリューションという組織があるんですけどもそこの専門家の方々をお呼びしてですね これからの産業動向それからイノベーションの在り方テクノロジーの動向についてですね日立の考え方を合わせて切磋琢磨するということで意見交換を進めさせていただいてます。他にもですねガバナンスは常に進化しなければならないと,という前提で,です、ね、もちろん実効性評価というあの評価ばかりでなく社外取締役だけで集まり どううなんだろうともっと改善すべきことはないんだろうかということをですね真摯に議論しています。それで社会取締役で議論した結果をですね東原さんや西あの中西さんとお話をしてですねそれからそれを可能にしているのがですね最後の取締役のいわゆる専門性と経験の多様性です。 その最初の東山さんのプレゼンテーションにですね砥石の関係ということで切磋琢磨するとお互いを磨き合うとじゃあ磨き合うのに執行人が磨き合うのにふさわしい人をちゃんと選んでるのかということも含めてですね指名委員会で厳しい議論をしながら取締役に選任してるとなおかつですね別に専門性や経験があったから選んでるというよりも日立の企業理念それから目標に を共有でき、共鳴できる人を、また時間がある人をですね、取締役と選んでいると。だから取締役の一人一人がですね、トーナメトトップでコーポレートガバナンスの土台が醸成されですね、その土台の醸成された中で支援を惜しまないという態度を作っていると思います。さてその取締役のメンバーなんですけれども、今は 2019年、今現在11名これはもうすでに出ましたけれども8名中半分がです、ね、外国人だと、まあ、中にはです、ね、あの私は日本人なんですけども5名だという人もいるんですがあのその2人がです、ね、そのうちの2人が女性でなおかつ取締役会の議長も各委員会の委員長も社外取締役です。 さてその運営の内容なんですけれどもまあもちろんこの主要議題を見てですね、えー、まあ特にこう驚くようなことは書いてませんが例えば実際の議論の仕方の例としてですね例えば2018年の中継の振り返りとかですね2018年の決算の取締役会を開いたときに 皆さんよくご存知ようにですね2018年度は中継まあもちろん営業利益率8%それから営業利益額もですね過去最高の7500を超えですねホライズンの影響を除けば r a にしても純利益にしても全て中継目標を大きく超えているといういい決算で振り返りをした時にですねじゃあいい決算ですねというのは最初の23分でですね じゃあこの決算というのは過去の結果であってですねじゃあ本当の意味で日立が目指しているグローバルリーダーになるためにですね何が必要なんだと実際に本当にそういう方向に向かっているのかという議論に,が議論に集中し,しました一つの例として例えばある事業ビジネスユニットがですね予算を達成したと意気揚々として予算報告いや決算報告に来たと。 で実際にじゃあ取締役の年中はですね数字を見ながらですねこれってひょっとしたら中長期の大事な投資を犠牲,して犠牲にしてですね短期の予算を達成してるんじゃないかとお前たちの試験研究のパイ,パ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 イプラインはどんなもんなんだとかですねもう他にもですね人たちの中では大変いい比較的いい決算を示しているビジネスユニットの方々であってもですね 競争相手に比べれば結果がかなり劣るという場合にはですね議論の焦点はどうやってもっと目標を上げてもらえるのかとどういう投資が必要なのかということに集中してますまた日立の決算は良いと言いながらもですね相変わらずですね5%の利益を達していない事業もあるともちろんその中には将来成長していく事業もあればあの今 改善努力を必死にやっている分もありますけれどもその5%という東原さんが設定した低収益事業の定義に基づいてですねその停止益事業のビジネスがの改善状況が本当に計画通り進んでいるのかという状況も厳しくチェックしてますしまたですねなかなか計画通りにいかないものについてもですね どういう決断をするのかということをですね経営陣と厳しく議論させていただいてます。さて委員会ですけれどもこれ指名委員会もうすでに中畑さんの方から何度も話が出ましたが、えー、私も指名委員なんですけれども、えー、私はあの KPMG 当時もですね指名委員ガバナンス委員をやってたんですがこれほど活発に運あの参加する指名委員も指名委員会も珍しいなと。 というのはこの9回以上にですねもちろん皆さんがやるじゃあ経営課題を考慮しなおかつ日立のあるべき姿を考慮したときにどういう取締役が必要なのかという選任もしてますしまた次の社長ですよねタイミングを見ながらどういう資質でどういうパフォーマンスをしてどういうポテンシャルがあるのかということの議論もやってますしまた個人的にですねこの ね、CEO のとのコーチングもやってますしまたその次の次の CEO のキャンディーズ等についても毎年人を入れ替えながら指名委員会の方でもですねコーチングをしてると、まあ、もちろん一番時間を使ってらっしゃるのはあの東原さんと中橋さんなんですけれども指名委員会でもですね大変活発に積極的にトップリーダーシップのサクセッションプランニングに関与しております。 また全体のリーダーシップのパ,ーパイプラインを太めるためのフューチャー50というのが中橋さんのほうが出ましたけれどもその活動についてもです、ね、我々が講演に行ったりほんの23週間前はですねラウンテーブルとしてオープンディスカッションで彼らが悩んでいることについてですね実務的な回答をしたり議論をしたりですねそういう機会も作り、うん、なおかつ グループに分けてですね。彼らが氏名委員会に来てもらって、経営課題について議論をするということも重ねてます。報酬委員会についてはですね。今ほど先ほど大変いい質問が報酬と。じゃあリーダーシップ。それから人材についての質問が出ました。けれども。じゃ、あこの報酬委員会もですね。報酬の制度設計。というところで、じゃあ制度そのものがですねえー。日立が社会。 イノベーーーションのグローバルリーダーになるるために資するものかかどうかとその単純に基本給ショータイムインセンティブとかあ中長期のインセンティブとかというじゃあそのパーセンテージという議論よりも根本的にじゃあ我々が望むリーダーを作るためにはどういう制度が必要なのかという議論から始まりですね実際にどういうゴールが各経営陣とセットされなおかつ彼らのパフォーマンスレビューがどうであれそれが 大変フェアに報酬昇進に反映されているとかというところまで,です、ね、突っ込んで議論してますそれから感染委員会なんですけどもこれは私感染委員長してるんですが、まあ、ご存知のように日立はですね全然褒められたことじゃないんですが子会社が800社もありですねグローバルに大きな転換をしてるとでグローバルに例えば800社を含めたグローバルのリスクを 識別し評価し対処するのにですね感染委員会5人だけでできることって限られているということで我々は真剣に産業監査というものにえあの取り組んでますまあこれは図に書いてしまうとなんだこんなのどこでもできるじゃないかという話になりますが我々はグローバルのじゃあ日立が抱えているリスクについてですね 真剣に他の社内部部監監査査門とと会計監査人と向き合いもちろん監査委員会がリーダーシップを取るんですけれどもそのグローバルリスクについて全ての情報を彼らと共有しなおかつ対応状況進捗状況についてもですね内部監査部門それから会計監査法人と共有しております。また彼らのですね監査計画についても、えー 監査委員会の方で内容レビューしですね、我々の方でですね、こういうところにフォーカスをしてほしいというような注文もたくさんつけております。まあ、もちろんあのそのこれが別にあの最終形でも何もないので、毎年ですね必ず財務部門、それから内部監査部門、それから会計監査法人の方から。 お互いのパフォーマンスについてパフォーマンスについてのフィードバックをもらい、この採用監査の改善をしようと。他にもですね、あのできるだけ前向きに IT AI ツールを監査のプロセスに内部監査も外部監査もに導入することによってですね、監査のプロセスもどんどん生産性を上げていこうということで努力もしています。 また、日立でのユニークな取り組みとしてですねえ今年の4月1日付で各セクター5つのセクターに監査役員制度を設け監査役員がそのセクターごとのですね内部監査人それからセクターごとの会計監査法人とですね採用監査をはじめなおかつ強化することによって グローバルにサイオン監査グロー最後にですね監査という仕事も全ては人材ですので今の人材それから将来の人材のパイプラインを大きくするためにそれから強くするために監査についての研修なおかつブレインストームセッションも 継続してやっております。さてこの日立ソーシャルイノベーションにスパーイングということでですね、始ま始まった2021年の中継なんですけれども、この2018年の中継期間を通してですね、日立は本当に力強いモメンタムを感じています。ただですね、現実をそのありまありのままに見ていくとですね。 日立はですね相変わらず50%近くは日本のマーケットで売り上げを上げていると真のグローバル化というのはこれからだでなおかつ2021年分ですね中継目標社会イノベーションでグローバルリーダーになるともうはっきりと歌っているわけですけれどもそのグローバルリーダーになるという中でガバナンス上ですね 重要だと思う経営課題について23点挙げさせていただきます。と、これはもうすでに共有されてます。し他のプレゼンテーションの中で出た出てきたことばかりなので、大変ま別に驚くこともないと思いますが、1つ目としてですね。グローバルの舞台で活躍対応活躍できる多様性豊かな人材の採用育成登用ですよね。え、2番目としてはですね。ソーシャルイノベーションビジネスで。 の成功のためにルマダを中心としたデジタルビジネスサービスのグローバル展開に必要なイコーシステム全部日立でできませんからルマダ経済圏の力強いパートナー作りが必要ですし3番目としてはですねこれは継続的なことですがワン日立として。 グローバルで成功して,していくためまたシナジーを最大化するためにですねビジネスポートフォリオの継続的な見直しと進化が必要だったもう既に今日あの最初のプレゼンテーションでもちろん大きな潮流としてはデジタル化とかグローバル化,グログローバル化っていうのがありますが今日のプレゼンテーションにもありましたように、えー、なかなかですね先行きの見通しの悪い部下の時代にですね そういう時代に生きていくと、いろいろなオプチュニティーやリスクがですね混在してます。まあその中でですね、私たは大変一貫性を持って、その企業理念であるイノベーションを通して社会に貢献していくというものをベースにですね、2021年は三つの価値、環境、社会、経済、三つの価値を向上するというものを歌うと。その 三つの価値のを達成するためにですね、我々社外取締役はですね、継続して経営陣の職務執行の監督にですね、支援監督に真摯に努めていきたいと思います。これで私のあのプレゼンテーションとさせていただきます。どうもありがとうございます。それでは質疑応答に移らさせていただきます。ご質問のある方挙手にてお願いいたします。 そちらじゃ真ん中の前から二番目の男性の方をお願いいたします。ありがとうございます。シティグループ証券江澤と申します。よろしくお願いします。二つお願いしたいと思います。一つ目はですね。えっ、ー、とグループ企業経営というか、まあグループ企業のガバナンスという意味で、まあ、あの。月,な月並みなところでいくと、その連結上場子会社はどうなんですかっていう話になるんですけども。えー、まあ、そこも、もしその。 先ほどのこう仕組みの説明の中でこう上場している企業さん、子会社さんがこう人たちの中でうまくいっているこうガバナンスとまあうまくいっていない部分というのがあったらご紹介いただければなと思うんですがあの本題は2021中継の成長の大きな部分というのが本社は今あの、M&A を今後やっていくんだと。 いうところによってもたらされるという説明が割と多いと認識してましてガバナンスの観点から言うとです、ね、将来のこう成長を M&A に期待するというのはまあ非常にこう管理が難しくて不確実性も高いと思うんですけどもこれがそのどうしてガバナンス上こういう,う,いう見通しが、えー、いいんじゃないかという話になったのかというところを少しあのご解説いただけないでしょうか。はい えっとですねまず上場子会社についてのガバナンスなんですけどもまご存知のように私あまり日本の企業で仕事をしたことがないのでえ私の育った環境では上場子会社というのは存在してませんというのは100%かマイノリティかとただま日立のボードに入ってから感じることはですねまあそれは歴史の中でですねえ 一つのグループの歴史の中で生まれてきた会社で今資本関係がそういう、まあ、50%を超えたところで制作所の傘下に入ってますけれどもそういう会社に対してはですね一応上場会社であるということを尊敬しながらですねただ連結してますから連結上ですねのガイドラインとか指針というものは 例えば具体的に言うと日立の上場会社の監査委員会と密に連絡を取りながらですね一貫性のあるものを一貫性のあるものというよりもガイドラインを共有しながらですねお互いがその助けられるところは助け合ったりですね例えば子会社で何か事故や問題があればですね問題が整理が,したが終わったあでですね 我々についての説明もしてもらうとかですね。一応グループ会社としての連携はとっております。それからあの企業買収の件なんですがあの私は別にですね企業買収が成長の主体になっているというふうにはあのあんまり感じてません。あの正直申し上げて例えばーえーそうですねもしお時間があればあの。 R&D センターに行かれてですねあの創業の森でしたっけあ競争の森ですかなどに行かれるとですね本当に日立の技術力がすごいいなととうことをあの肌で感じますですからただ経営のバランスとしてですねスピードタイム時間ラインを見た時にですねイノベーションという DNA を大切しながら一方でですね必要なロードマップ上欠けているものを企業買収で 固定していいいくとととうことは大変健全な発想だと思いますただですねガバナンス上の判断からするとですねご存じのように、えー、今の会計原則を前提にしますと、えー、それからとんでもない株価状況を見るとですねのれんというものがバランスシートに上がってきですね その,のれんというものが自己資本いわゆる純資産に関わるパーセンテージが結構増えてくるということでですねキーはポストマージャーインテグレーションをちゃんとすると人材もテクノロジーも含めた形でのポストマージャーインテグレーションを厳密にやりそれで相乗効果を最大化させるところに注力すると。 感染委員会にしましても、今年の感染委員会のテーマとして、今年というか来年に向けて、ですね、これからグローバル戦略が深まる中で、企業買収も含め,含めた形でのグローバルリスクマネジメントの強化というものを一番重要な事項と考えております。以上です。他にご質問ございませんでしょうか。では、そちらの奥の列の男性の方お願いします。 どううもありがとうございます三菱 UFJ モルガンスタンレーション宮本と申します。あのまあ、マーケットで,です、ね、あの日立製作所の株価というものについて、まあ、安いという話がある一方、まあ、じゃあ株価が上がるかというとそうでもなく <laughs> あのよく言われるのがコングロマリットディスカウントというところがあるんじゃないかとこれについてあの取締役会でどんな議論になっているのかというのを、まあ、あのコメントいただけるところであのお願いしたいというのが質問になりまっ全く同感です。 あの株価が安いなと、まあ、でも株価を,を別にあの取締役会が大変な影響力を持っているわけでもないですからじゃあその、えー、コングルマリティ・ディスカウントという話をに焦点を当てて会話,を話をさせていただきますと要はですねこの3つの経営課題の最後の点で申し上げたワンヒタチとしてグローバルマーケットでの シナジーを最大化できるビジネスフートフビジネスポートフォリオの見直しを継続的には進化していくというところに尽きると思うんですよね。何が言いたいかというと、じゃあ分かりやすいビジネスで、ね、分かりやすい戦略で分かりやすい結果が出ればですね、やはりステークホルダーの方々もですね、日立がどういう会社をしているのかということが理解しやすいと。じゃあですね、じゃあ日立製作所という今の会社が 本当に今現在かかりやすいかというととう、ね、それはなかなかいい質問だなと答えるのに窮するところもあると思うんですがただあの時系列の中で見てくるとですね私が棒に入った時から比べても大変分かりやすくなっていると事業の整理がどんどんついてきているとそれも大変論理的なですねその,その一つ一つのビジネスをよく考えた上で整理整頓をされているその過渡期だと思います。 それで取締役会の議論としてはです、ねまあ、別にこれはあの、えー、皆さんとシェアできない,かもしできないと思いますが方向づけとしてです、ね、分かりやすくなおかつハイパフォーマンスな会社にへと向かって,向かってです、ね、戦略を、えー、経営陣とです、ね、議論しその方向に向かって進むという強い気持ちを持っています。 まあ、それがですね、毎年毎年、いろんな形で、経営戦略発表という中でですね。出てくると思います。楽しみにしておいてください。<laughs> よろしいでしょうか。他にご質問ございませんでしょうか。じゃ、こちらの後ろの男性の方、お願いします。お話ありがとうございました。事業構想の白田と申します。 あの最後のところであの課題三つあのこれからの課題ということで挙げていただきましてその中の一番最初に人材ございましたあのその前のセッションでも人材については詳しくお話しいただきましたがあの社外取締役というお立場でかつあの人材に関してはフューチャー50なんかでもあの直接関わってということで今取り組んでおられることの期待とそれから あのこれからもっとこういうふうにしていけば本当に社会イノベーションでグローバルリーダーになっていけるんじゃないかなとあのこのあたりについてお聞かせいただければと思いますけれどもよろししくお願いいたします申し上げましたように私は KPMG の時にもあのシニアリーダーディベロップメントプログラムの統括をしてましたんでえその思うんですけれどもここ特に23年の日立の人材育成の取り組みっていうのは たぶんその私がまだ入った当初2014年あたりはですねあの何やってんのかなというのが正直なまずは説明を受けた時のリスポンスですけれどもそのファウンデーションとしてテクノロジーを導入され情報が共有され こう真っ平らなところに人材で見える化が進んでですねなおかつどういう人が必要だというあのあの人のリーダーシップ像も作られてそれに向かって、えー、まだ始まったばっかりですけども努力をされているのは実質事実だと思います。ででですすすから大変期待していいいと思いますねねただあ一方でです、ねあのまあ、これその ね、100年を超える歴史の会社あって私がいた会社もそうだったんですけれどもその過去の,その習慣とかいうものもありますからその中を今の経営陣はまあ勇気を持って打ち交わしながらいろんな人材、まあ、今日のリーダーシップチームの顔,あの顔を見ててもですね、えー、いろんな多彩な人材が上に上がってきてますけれどもそういう強い意志を持って進めてられるのは事実ですし。 それからあの人材部門が選んだまあこれは東原さんが選んだのかもしれませんがフューチャーフィフティの連中,連中とは聞かないですね人たちとお話をしててもですね大変あの優秀ですそれからやっぱりグローバルでそれから今回3つの価値というものを明確にしましたけれどもその価値をよく,よく意識し理念で社会に貢献するということもよく意識してますから。 これは、ね、そ,ういう人たちにそういう人たちの能力があのこう最大化できるようなアサイメントをちゃんと考えてあげるってことですね。僕はこの「Future50」の人とで話しててね彼らは30代40代なんですけど僕はもう40歳で取締役になってましたし46歳ではあの大法執行役副会長になりましたけども、まあ、彼らの方が優秀なんじゃないかなって思うんですよ。 ちょっとを手を伸ばしても届かないようなですね。あのアサイメントをいつももらいながらですね。まあ擦り傷をしながら、転げながらですね。その一つ一つの仕事をやってきたと。ただ、人たちの方は、どちらかというと、その辺は。優しいのかですね。保守的なのかもしれませんけども、そういうやっぱりオポチュニティというのを。まあ積極果敢に与えていけば、大変面白い人材がいっぱい出てくると思います。 はいありがとうございました。ででしょうか。えっ、ー、とそれは定刻を過ぎておりますので最後の一方もしご質問あるようでしたらご質問頂戴したいと思います。いかがでしょうか。ご質問よろしいでしょうか。それはこれをもちました。はい、本日のありがとうございます。ESC 説明会の終了させていただきます。ありがとうございました。